今回はアニメ無職転生2期第2話ルーデウスとサラの距離が急接近ツンデレな彼女に身を匂しちゃう視聴者の反応集を紹介します。それではどうぞ。泥沼の朝は早い。ムキムキやん。筋肉神社。筋肉に目覚めちゃった。筋肉は女と違って裏切らないからな。ええ体しとるな。マッチョで草。仕上がってるよ仕上がってるよ。筋肉に名前をつけていたわる男。弱虫ペダルかな。弱虫ペダルにこんなのいたな。アンディとフランク。ジェンダロスとバスカビルとハルクとヘラクレスの出番があるとは。どうして魔術師が体鍛えるんです。近接戦闘することもあるし、冒険は体力が基本だから。怒らないでくださいね。体鍛えなくていい人生なんてないんですよ。神棚まで作って。崇めるなぁ。信じられるものは筋肉とパンツのみ。ゾルダートさん。鳥海の声がする。なんで死にそうな登場なんだ。ステップトリーダー。泥沼か。泥沼ってすごい二つな。持ち歩いとるんかい。どこでパンツ出してるねん。人前で出すな。目が死んでる。ね、決まってるやん。パンツを握ると瞳のハイライトが消える。こいつ心が。彼は狂っていた。引いてて草。ママンに名声が伝わるように活躍ってめちゃくちゃ遠大だな。普通に被災者探しした方が。それはパパが組織的にやってるしな。できることをやるしかない。後々のルーデウスならともかく、今の昇進デウスでは仲間を募って探すなんて無理無理。パウロにゼニスなら転移先で冒険者として活動してるはずって言われてるから、それを参考に冒険者間でのツテを作ってる。ツンデレさん、前回出れたっぽいのにまだツンケンしてんのこのお姉さん。やっぱエリスに似てるな。仲良くなりたいんならそう言えよ。鱗集めるってことは本体来るに決まってんじゃん。なんか来るだろ絶対。進むんじゃないぞ。絶対に進むんじゃないぞ。いっぱい来た。早い。そして多い。このトカゲ強いのか弱いのか、合間合間にパンツを握るな。ご身体の出番多いな。重度すぎる。いちいちパンツの描写挟むの笑っちゃう。もう常時かぶってればいいんじゃないかな。めっちゃ悪そうな顔してる。大丈夫？そいつ本当に味方？この人も近接化け物ぜ。トカゲ皆殺し。顔パン、なんで？横殴りよ。他のやつが受けてる依頼とか知らんがなすぎない？ちゃんとほうれん草しろ。掲示板にでも貼り付けておけよ。謝るんかい。謝れて以来。話のわかる人。意外と冷静な人だった。頭に血のぼりやすいだけでそこまで悪人でもないのか。思い切りぶん殴っておいてこんなんで謝罪と言えるのか。この人人格者すぎる。こういう時に丸く収まるの珍しいな。いきなり殴られて頭に血が昇らない。理性的なティモシーがいたおかげかな。なんやねんこの酔っ払い。めんどくさいやつだなこいつ。んなんか怪しい予感。もう一回謝ってる。重ねて謝れて以来。こいつもツンデレか。だがてめえはダメだ。突然の罵倒。 CM のセリフ。 CM で死ぬほど聞いたセリフ。もっと深刻なセリフかと思ったらこんな酒の勢いで出た言葉だったのか。実際不幸なんだからしょうがない。故郷が全部吹き飛びましたってそんな軽くないよな。的確すぎる。ルディの理解者すぎる。参ったな。全部当たってる。割と人見る目あるな。観察眼しっかりしてるなこの酔っ払い。洞察力ヤバすぎないか。怖いよ。家族見つけるために生きてるだけだから本当に適切すぎる分析力だ。なんか急に刺された気がする。急に刺すのはやめてくれんか。近いよ。キスしたくなっちゃった。カウンセラーかよ。ちょっとあら両方すぎない。大丈夫？正論パンチではあるが絡みすぎだ。一人でめっちゃ盛り上がっててダメだった。原作知ってる人はこの対応でも許せるんだろうが、初見の俺には現時点でただただうざい野郎にしか見えん。まあ現時点ではそういう描き方だし、視聴者はルーデウス目線だしそれでいいんじゃね。むしろ視聴者だからこそルーデウスにイラッとする時もあるしね。どんなに言ってることが正しくても言い方が悪けりゃ意味ないよ。いいと思うならハラスメント的思考がある。いい加減にしてください。口悪いけどめちゃくちゃ人を見てるんだよなゾル。なんでこんな急にキレてんの。みんな必死に生きてるのに一人うじうじしてる自分を恥ずかしいと思わんのか。つまりはこういうことを言いたいんやろ。唐突すぎるし案内ワンでええやろ。実力あるのに普段から安い仕事を受けてヘラヘラしてるやついたら、必死に仕事してる人からしたら目障りにもなるんじゃない。なぜ被害者がここまで言われなければならないのか。ゾルダート的にこんな子供が人生諦めてる感出してるのが本気で許せない。単純にしけた面した他人が嫌いってだけだと思う。
だいぶ自分だって、なんか兄貴分キャラになりそう。事情を話したら、普通に理解を示してくれるんじゃないか？頑張って目的話してみろ。は？は？死んだの？え？サラが？なんでや。そんな、悲しいな。唐突なし。ミミルって、どんなのだったか思い出せない。お、俺もそうなんだ。言い出せなくて。ヒーラーのおっさんや、サラはまだ望みありか。行くのか？死ぬなよ。黙って一人で助けに行こうとしてるの？こいつさらっと、天候変えた？天候吹き飛ばすとか、杉田のパワーめちゃくちゃすぎだろ。パワーもあるが、現代物理学の知識で効率的にやってる部分もある。天気変えるならメンバー連れてけや。一人で行く。周りを信頼してない、の説得力が。エッチな植物。モンスターにエッチなことされてる。何この薄い本に出てきそうな木。急に神作画に。いきなり作画がすごくなったぞ。ちょっと駆け寄るだけで良さそうなシーンに、随分作画割ったな。エッチな木のおかげで助かった。ものすげえご都合展開にしてくれる親切な木さん。グッジョブです。温め合え。だけ一体で温めろ。こんな完全に死ぬ状況から助けてもらったら、惚れてまうやろう。おっぱい。おっぱい。おっぱお、でっか。形の良さそうなおっぱい。でかぱいじゃん。温め合わないんですか。いやらしいことする気でしょう。見えた。パンツ。白。紐パンツ。ふーん、エッチじゃん。その火を飛び越えてこい。サラめっちゃ可愛いじゃん。狂犬とは比較にならん。足の違和感って何なの？伏線か？ズボン履くときにさ、目の前に裸同然の女がいる状況なのにさ、ズボンが股間に引っかからずにスルッと履けちゃったわけさ。あ、そういうことか。魔物に寄生とかじゃなくてよかった。おっぱいもんで反応薄かったり、裸見て反応薄かったり、あれ？となるようには演出されてると思うよ。理由がわかるのは来週。可愛い。許された。守れた、この笑顔。めっちゃいい関係になりそうじゃん。リーダーいい人。泣いてる。いい人たちばっかだ。成人すぎる。貴重な前世の人だなぁ。可愛い。来てる。いい感じだね。完全に落ちてる。めっちゃフラグ立ってるじゃん。もうこの子でいいんじゃねえかな。これでヒロインじゃないんですかこの子。いい子だな、ヒロインだろ。ご神体、非、台無し。最低だよそのカット。いい話だったのにな。本当に気持ち悪いよ。ほんとお前、それやめろって。そういうとこだぞお前。パンツネタこするのやめろ。立てまつるな立てまつるな。どうしてこうなった？ご神体で感動展開台無しにしていくのやめろ。どうあがいてもパンツで締めるつもりか。パンツに始まり、パンツで終わる。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。